将棋ソフトの不正使用問題をめぐり、調査委員会から不正の証拠はないとされた三浦弘行九段が会見し、元の状態に戻してほしいと名誉の回復を訴えました。難しいんでしょうけどね、はい、まあ、元の状態に戻してほしいということですね。2ヶ月半以上もう、ね、将棋の勉強どころではなかったので、結果が残せるように頑張りたいと、復帰して頑張りたいと思っています。三浦九段は対局中に将棋ソフトを不正に使った疑惑を指摘されていましたが、日本将棋連盟が設置した第三者委員会が不正の証拠はないとする調査結果を発表しました。今日、三浦九段は疑惑が発覚してから初めて会見を開き、10月に将棋連盟が出した年内出場停止の処分は不当だと訴え、自身が挑戦者に決まっていた竜王戦のやり直しを求めました。これに対して将棋連盟は、三浦九段の順位を保持するなどの特別措置を取るものの、竜王戦のやり直しは考えていないとしています。